こんばんは。今日は飛行機の中でよく使う言葉を紹介します。まず、機内食。機内食頼むときは、我要、何が欲しいという表現をよく使います。機内食だけじゃなく、毛布やクッションを頼むときも、この我要は使えます。まず、機内食の主食は、麺がご飯しかないんです。麺のおかずはこの何種類あります。これを組み合わせれば、だいたい機内食はここにあります。で、麺は、麺、麺、米飯はご飯、米飯、鸡肉、鶏肉、鸡肉、牛肉、牛肉、牛肉、猪肉、豚肉、猪肉、鱼肉、お魚、鱼肉、海鮮、海鮮、海鮮。例えば、我要猪肉米飯。私は豚肉ご飯が欲しいです。で、時にこの米飯の米を使わずに、飯だけでもいいです。猪肉飯、牛肉飯。で、麺と組み合わせると、鸡肉麺、鱼肉麺。その次、飲み物。の和、和は日本語でどうという意味です。どう、和。飲み物、まず、オレンジジュース、橙汁、オレンジジュース、橙汁、アップルジュース、苹果汁、アップルジュース、苹果汁、可乐、コーラ、可乐、咖啡、コーヒー、咖啡、红茶、红茶、紅茶、红茶、绿茶、緑茶、绿茶、水、水、水、一杯水、水一杯、一杯水、水一杯。我要鸡肉米饭和橙汁。私は鶏肉ご飯とオレンジジュースがいいです。我要海鲜饭和可乐。私は海鮮ご飯とコーラがいいです。我要海鲜饭和可乐。我要牛肉面和红茶。私は牛肉麺と紅茶がいいです。その次、给我一条毛毯、给我一个靠枕。给我も物を頼むときに使う表現です。我要と本当と同じ。一条、一本、一枚、毛毯、毛布、一个、一個、靠枕、クッション。给我一条毛毯、给我一个靠枕、给我一条毛毯、给我一个靠枕。
次、気分が悪いとき、吐きたいときに使う。我觉得不舒服。我想吐。我觉得不舒服。我想吐。我私觉得覚える感じる舒服気持ちいい気分がいい不舒服気持ち悪い気分が悪い想吐想したい吐吐く想吐吐きたい我觉得不舒服我想吐今日紹介した言葉は以上です。さよなら。再见。